どうもポンシラです。今回は昔はダントツで最強キャラだったのに今では全く見なくなってしまったこのウルゴジ君を使っていこうと思います。パーティーはこんな感じですね。まあウルゴジ君はもうだいぶ昔のキャラにもかかわらずユニフラ等の強化も来てないということで今ではかなりきつくなってるんですが、まあ、バダちゃんのスパサ経由を乗せればまだ火力は通じるんじゃないかということでやっていきます。さあ来ましたね、お相手さんはライオミゲーヤン家ということで、まあ、この試合はライオミしちゃったらスポーツマンシップしましょうか。さあよろしくお願いします。離れましょう。回避みたい射撃は相殺していきまして、うお跳ねるんだね。さあキャラチェン打撃はしてくるかな、してこない、マジか。うわ怖い、あ怖い、あバックダッシュなんだそれ、あ怖い、あ強すぎ強すぎ、最強最強、こいつが最強です。まあ外さないでいいかな、出てこない。とりあえず必殺ぶち込んでいきましょう。いいよ、威力ダウンの上からこのダメージ、アマキャンいきましょうか。はい、しっかり引っかかってくれる、これも止まんないやろ。え死ぬよそれ、なんでなんで。さあコンボ取れたんでウルゴジ君で交代禁止入れて殴っていきましょう。これえ強強強、は行くぞ、は火力おかしすぎ。ただ17号のあれも強いな、回復も強いな、単発で抑えておいて、さあ集中しろ、アマキャンもう一回いくよ。 OKOK、しっかり引っかかってくれたんでこれはぶち落とせますね。さあ特殊も切っちゃって、バフ消しもしていきまして、今度は突っ込むか、 OK。 さあここはウルゴジ君の必殺でぶち落とせますね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは系譜にヒットをぶっ込んでますね。さあ色相性はかなりいいんでやれそうですかね、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。さあ特殊が2枚あるのはめちゃめちゃいい、回避回避でいいと思うけどな、これいいよ、着地扱い、いやこれ死んだくね。じゃあウルゴジ君頼むから耐えて、やばいマジで死にそう、これ本当にやめて、マジで必殺はやめて。オッケーオッケー、もう一発もう一発もう一発、おあぶな、耐えた、危なすぎる、あーもう最悪、何それ。どうしよう、バダちゃん経由は絶対切らしたくないんでウィスさんで受けましょうか。危ないな、これカバチェン向こうついてるんでウィスさん最強ですね今。これさあ、ウルゴジ君にキャラチェンして特殊打ってからつなげていきましょうか。オッケーオッケー、いやもう大惨事だよ早速、これ特殊じゃなくてもう切っちゃおう、メインで回復していきましょう。さあもちろんぶち飛ばしていきまして、410万やばすぎ。さあ集中しろ、跳ねて跳ねて、開発開発してくんないか、あーこれは突っ込みましょう。オッケー、え強っ、最強じゃん。とりあえず必殺でヒットくん出てきた、え飛ばすでしょこれ、やばすぎ。タックル回避いきまして、2連回避、いや危なすぎ、怖すぎる、やばい止まんなくねこれ。いや気力がでもちょっと足りないか、惜しすぎる。メイン切っちゃおう。 OK、 回避音聞こえたんでワンチャン飛ばさん、頑張れバダちゃん。いや飛ばさないか、ただめちゃめちゃいいダメージ、いや怖すぎる。そう回避音 OK、 なんか入った。さあメインで待機短縮していきまして、これはどっちかいけるはず。 OK、 そっちが出てきたらもちろんルゴジ君で落としていきましょう。さあこれでまた手札吐き入れるんで安全にタックル回避がいけますんですが、いけますんですがってなんか日本語おかしすぎないか。跳ねて開発開発、痛い。 OK、 それはしっかりライジングかぶせていきましょう。いややっぱルゴジ君火力だけだったら今の環境でも結構やれますね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは腎臓なのかな、腎臓で極振りにも全開ヤビを乗せたよって感じですかね。さあよろしくお願いします。離れましょう。ラグいぞ、回避見て射撃打って UG ムーブしたかっただけなんです、僕打撃いっちゃった、ラッキー、最初取られなかった。これは必殺打っちゃいましょう、結構強いよ、うわ惜しい、めちゃめちゃ強い、
クイカタックいって射撃でいいでしょう。単発で抑えておいて、え、これ死ぬくね、死んじゃったウルゴジ最強、あーこれ絶対入れ込み、あぶね、あ入れ込みじゃない、びっくり、あ見えちゃった、勝ちじゃんこれ、止まりません、もうやばいやばいやばい火力おかしすぎ。ここは必殺で避けさせてライジングいっちゃいましょう。うお、なんかなんか極振り出てきたぞ、えでかすぎ、いや読まれちゃうか、マジか、まあまあしょうがない、痛い、跳ねてメイン切ったんですが、これは回避目でいいでしょう、オッケーオッケー、しっかり決めていきまして、これ待機回ってないと思います、いや回っちゃうか、ゴカンと待機短縮強すぎ、まあまあしょうがない、跳ねて、いやこれマゼンタをウィスさんで落としたいんですよね、オッケー釣れる、いやこれただ落としちゃいそう、死ぬな、オッケー死ななかったんでウィスさんで落とせるかな、極振り出てくんな、もう出もうな、何このサイクル全然ダメなんだけど、どうしようこれ、痛いです、跳ねて面切って、待って違う、バダちゃんで今バダちゃんで特殊切っただけじゃん僕、最悪これ、どうしよう、いやまあそれは耐えるでしょう、オッケーオッケー、なんとか耐えていきまして、打撃案振って、オッケー回避音聞こえたんですが、これ攻めるのちょっと怖いな、開発してくんないか、マジか、冷静だな、打撃案振ってタックル回避いきましょうか、射撃打って、まあここは必殺でいいでしょう、速圧はよし、うーんまあ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 、コンボ取られちゃったんですが、ウィスさんで受ければ大丈夫でしょう、ライジングだったらバタちゃん捨てましょうか、危なすぎ危なすぎ、初回表見、オッケーオッケー、さあなんとか決めていきまして、今度こそ落とせるはず、もうなんなん待機短縮優秀すぎよ、お相手さんのパーティー、結局青属性で落としちゃった、痛すぎる痛すぎる、痛すぎる、助けて、やばい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 、オッケー、なんとかコンボもらったんでこれは勝ちですね、対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんはケーフにベジブルをぶっ込んでますね、さあよろしくお願いします、離れましょう、跳ねて跳ね、あっ危ね、痛い、やぶね、通常で抑えてくれる、離れましょう、桜当たっちゃった、なんだなんだなんだ、熱いコモ、あ通常一回抑えさせてほしい、ありがとう、オッケー、これはキャラチェン特殊して、タックル見えてるんでかぶせましょうか、とりあえず、まあ、速圧はさすがにしてこない、ずらしてマジか、完全にやられたな、これはお相手さんの方が完全に一歩上でした、まあバダちゃんで受けますが耐えれるかな、これギリギリ耐えますね、速、あどうしよう、オッケー、なんか入った、さあ打撃打って、まあ、ウィスさんで殴っていきましょう、これ欲張りたいな、ポチッ、回避回避でいいと思います、もう着地圧だ、もうダメだ、もうウィスさん捨てよう、これはただここは、いやでもお相手さんバニ使ってないのか、きつ、これ特殊切ってメインも切ろう、びっくり、隠れ回避いきましょうか、オッケー、ぶっ飛ばせ俺、オッケー潰した、でかすぎ、頼む、いや行かないの、行かないの、行かないんだね、惜しいね、でも、まあ、最速ないんで射撃打ってオッケー、まあ、必殺ぶち込んでいきましょう、これ痛いよ結構、オッケーオッケー、めちゃめちゃいい火力、ただこれキャラチェンしたくない、オッケー、でっか、バニ回復したのでかすぎ、クイックアタックから射撃打って単発で抑えておいて、オッケー、びっくり、見えちゃった、これ飛ばせるやろ、いけ、頑張れ、いやバダちゃん経由乗ってないから、いやくっそくっそ、オッケー、なんか入った、え、これ待機回ってなくない、お願い必殺まで打ちたい、お願いします、オッケー打ってた、まあ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 、復活フリーザーを捨ててくると、オッケーあるぞこれマジで、さて札吐きも入れてるんでお相手さんなかなか攻めれないはず、うお入れ込みね、お願いびっくり、もう一回びっくり、
見えないか。ただここ圧行くしかないよな。いや、かぶせるか、ライジング。うわ、なんだなんだ。あー、跳ねるか。ダゲキャン振ってクイックアタックからずらして回避回避になってる。オッケー、ある、勝てる。もう一回びっくり。見えないか。バフ消ししてるんでタックル回避いきましょうか。もう一回タックル回避いきまして、射撃打ってスカッツいこう。いや、ずらされちゃうか。まあこれはやられちゃいましたね、完全に。ただ色相性はめちゃめちゃいいんで耐えれるはず。オッケーオッケー、耐えた。でお相手さん多分カウンター狙ってるんでクイックアーツにしましょうか。いや、ごめんなさい、変えてくるんだ普通に。これは必殺で落とせますね。オッケーオッケー、手札破棄も入れてるんでずらしてタックル回避いきまして、射撃打って、さっき即回避だったよな。アーツいっちゃうかこれ。いや、マジか。ただバニーは使わせたんで落とされなければ大丈夫。まあ、ギリギリまで受けてからバダちゃんで受けていきましょう。多分これで耐えますね。オッケーオッケー。え、これお相手さんライジング止まんなくないか。いっちゃいましょう。バニー回復してないもんね。オッケー、危ねえ。ちょっと待って、それは話聞いてない。メイン切っとくか。あ、通常で抑えておいて、これは通常で。マジかよ、暴発したし。いや、そこ強気に来るか。どうしよう、これ一騎打ちや。バニシング回復された。タックルかぶせて、え、なんか勝っちゃった。ということで今回は超久しぶりにウルゴジ君を使っていきました。まあ確かに火力は出てたんですが、昔はこれ以上に爆発力があって敵をボコボコにしていたイメージがあったのでちょっと悲しくなりましたね。まあでも今後ユニフラや覚醒は絶対実装されると思うんで、それに期待しておきましょう。それでは今回はこのくらいで終わります。では